日本バプテスト連合は、アナバプテストのミッショナリーバプテストの心情に立つ、日本のキリスト教団である。1952年アメリカのアナバプテスト教会である、テキサス州ヒルスボロシウォルナットストリートミッショナリー、バプテスト教会から宣教師として、日本に派遣されたユージン、友人 M ・レーガン氏が横浜において、開拓伝道を始めた。また、 数人の宣教師が ABA より派遣され教会形成が始まった。1964年11月3日 ABA の宣教師たちの開拓伝道によって生まれた4つの教会は神奈川県横浜市な各本目の神経薬バプテスト教会において第一回総会を開き日本バプテスト連合を組織することを決議した。その4つの教会は 神経薬バプテスト協会、第一宣教バプテスト協会、沼津宣教バプテスト協会、横浜ミショナリーバプテスト協会であった。日本バプテスト連合は、日本バプテスト連合として企画された行事や集会は、基本的に行われない。しかし、以下のような行事や集会が、所属協会の企画で毎年行われている。教会リンクその他、ありがとうございます。